駅までの道を教えては、移住院生の短編小説集。2001年から2004年にかけて講談社発行の月刊小説誌である小説現代掲載された8編の短編小説が収められている。2004年10月27日に単行本が講談社から2007年3月15日に文庫本が講談社文庫から刊行された。表題作。 駅までの道を教えて、が、橋本直樹脚色、監督、新一知世主演で映画化され、2019年10月18日に、公開された。愛犬を亡くした、主人公の少女、さやかと老人の、伏せ光太郎の交流を主題としている。駅までの道を教えて、鹿田の夏バラの木冬の煙日本土の贈り物、斗月協調さんのカーネーション脚色、監督は、 橋本直樹で2019年10月18日に全国70スクリーンで公開された。主演は新津千世。中国、韓国、台湾での公開が予定されている。主人公、さやか役は2017年春から3ヶ月間かけて一般公募によるオーディションが行われ、4次審査にまで及ぶ選考を経て当時小学1年生だった。 ニーツチセが選出された。ニーツは本作が映画初主演となる。2018年6月13日、ニーツチセ主演で映画化されることが発表された。撮影半年前から、ルー役の生後3ヶ月の白い芝犬がニーツ家に預けられ、ニーツは寝起きを共にする共同生活を経て、距離を縮め撮影に臨んだ。撮影は、少女の成長が、 リアルタイムに感じられるように時系列に沿って季節を追いつつ1年半をかけて行われている。ありがとうございます。